ヒロインドリームは1996年10月10日にマップジャパンから発売されたプレイステーション専用のヒロイン育成 SLG である。このコーデは続編にあたるヒロインドリーム2についても記載する。第1作目は PS 版が1996年10月10日に発売された後、連価版ヒロインドリームもう一度くんに会いたい。 ラブド2が1999年9月9日に発売され、2013年11月27日にゲームアーカイブス版が配信された。第2作目は1998年6月25日に発売、その後連価版が2000年9月14日、ゲームアーカイブス版が2013年12月18日に配信された。なお、第1作目はパッケージのタイトルには、 かな表記がされていないが、新品で買った際に付属する帯や取扱説明書には、ヒロインドリームと記載され、また主題歌等も、ヒロインドリーム主題歌と記載されている。対して、ゲームアーカイブスでは、ヒロインドリームと記載されており、表記が分かれている。第2作目は、パッケージ自体に、ヒロインドリームにとかな表記がされており、ゲームアーカイブス版も、この表記となっている。 第一作のキャッチコピーは、生の夢、叶えてほしい、女の娘はいつだってヒロインに憧れている。第二作のキャッチコピーは、夢に向かって羽ばたくために、トうぞを翼をください。二作とも、キャラクターデザインは、宮内優子が務めた。ヒロインドリームに登場するメインキャラは、マイキ生とライバルである、候補生の4人。またゲーム内で、 それぞれの各登場人物に一人ずつディレクターがゲーム内の登場人物として演ずる設計となっている。彼女たちは単なるライバルではなく親密になっていくことも重要なポイントでもある。他キャラと親密になることによって参加できるオーディションがあったりイベントが発生することに繋がるからでもある。しかしマイキ制にはディレクターがおらず、プレイヤーが育てるのはマイキ制のみとなる。 マイキセイは芸能人としての適性は見えていないので、ディレクターとしての能力を問われることになる。ありがとうございます。